この動画はかつてゲーム少年だった男がさまざまな新旧のゲームをプレイする中で時に笑い時に涙し自らの衰えと戦い続ける熱き中年の物語である。はい、さあ今日は準決勝ですよ。大詰めですね。やっていきます。相手はどこでしょうか。沢金、金沢高校とかかなと思うんですけどね。よし、やっていきます。まあそんなにピッチャーはいいわけではないな。でもないか、球速いわ。おー、やべー。36ってことはこいつ一人で全部投げ抜いてるな。よしよし、さあさあ行こうぜ。フィルダーチョイス、狙い通り。頼むぞ中村、お前やれる男や。行ったじゃねえの。やったー、さすが4番。もう何本目やこれ。お前はすごいぞ。お、なんか変な打球。入った。すげえ。しかもめちゃくちゃ。マジで。スタンド入ったぞ、お前。お、すげえ、お前はすごいよ中村。打撃力はね実際3ですから。けどこのごっちゃんとか中村とかねみたいにめっちゃ打つし。お、珍しい守備と交代だ。へえ。あ、なるほどね。エース4番やけんな。まあ、エース4番しゃあないよな。よし。こいつは打つな、相変わらず。この2人だけでも。持ってる感じやな。
うん、お、お前すごすぎるぞ。3本目、今日3本目、もう6本ぐらいやってんじゃないかこいつ。もう甲子園記録やってんじゃないの。タイトル完全に決まったな。もう空中戦やな、もうサムネイルの。おし、バッティング、また良すぎる。あー、あかんか。え？ゲッツー？もう我ながらチンプレー多いな。あー、ちょっと気が抜けてるな、なんか点差つきすぎてやばいかも。こういう時なんか起きるんよな。よし、危ない危ない。よし。足速えこいつ。よし、やったー。うん、とにかく点を取られなければ勝てる。よし、ちょっとやっぱ出てきたかな。助かったー。くそー。じゃあ帰るか。これはちょっと、ここでアホみたいにおらんな。よし、やった。よっしゃー。34はあんますごいな。お、お前、お前どうしたんだ。あいつプロ入りやな。
ドライチで来ると締めくるぞ、あんな。こんだけ打ったら。助かったー。おーし、やったー。苦戦はせんかったけど、だけど緊張するな。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。